はい、こんにちは、花太郎です。このチャンネルはですね、テレビのドラマの感想を言っていくチャンネルです。で、こちらで紹介するドラマに関してはですね、ほぼ TVer で多分見れると思いますので、もしよかったら見てみてくださいって感じですね。で、今日はですね、ペンション恋は桃色ですね。はい、そちらの紹介になります、のでよろしくお願いいたします。で、こちらに関してはですね、30分番組の5話っていう構成なんですかね。ですからもう今日3話までね、自分見たんですけど、まあもうそろそろ終わりかなみたいな、そんな感じのドラマになります。で、5話までのドラマって言ったらね、平成物語とかも5話でしたし、なんか30分の5話って意外と作りやすいんじゃないのかなっていうね、感じの印象をちょっと受けますって感じですね。逆に1時間で10話持たせるってちょっと大変かなと、今の時代は若干そうなんじゃないのかなとも思ってますと。はい、そんな感じですね。全然関係ないことを話してしまいましたので、次行きます。で、お話しすることがこちらですね。はい、大体見えますでしょうか。はい、こんな感じ、ピンときてるかな、見えますかね。はい、こんな感じですね。で、1ですね、面白いでしょになる寸前の寸止めドラマで、これ基本的にはですね、オフビート系ですね、のドラマになります。ちょっとね、すぐ思い浮かばない、大体この辺りが好きな人は好きなのかなっていう感じではあるんですけど、今期のドラマに関して言えば、オフビート系で言えば、小滝兄弟ですね。小滝兄弟、乃木明子さん、と山下信弘さんですね、のコンビでやってるところもう、オフビート系のドラマにはなって、時間的にもそんなに長くなくてって感じになるんですけど、作りが全然違うっていうか、だから自分のちょっとね、感想というか、ちょっと聞きたい、小滝兄弟が好きな人と恋は桃色ですね、こちら好きな人って被るのかな。なんか被りそうで、俺は被らないと思ってるんですよね。どうですかね。大枠で言えばそうなんですけど、物語の作り方とかも全然違うし、どこが面白いって思ってるところも多分作り全然違うんですよね。だからなんだろうな、小滝兄弟に関して言えば、やっぱちゃんと脚本で面白くなるっていうのを、面白くなるような、まあセリフっていう方、まあ一応展開とかもありますし、ちょっとオチ的なものもありますし、なんだろうな、なんだろうな、この人とこの人がいることが面白い理由っていうかね、まあ兄弟の面白さであったりとか、そこに工藤官九郎さんが入ってくる面白さであったりとか、その理屈で分かる面白さですよね。で、こっちに関してはね、多分ね、まずはこの人とこの人がここにいると、で、それが画面に映ってることが面白いっていうところから作り始めたドラマですね。だからこっちの方がね、自分は好み自分は好みですね。で、笑いの取り方とかに関して言えば、若干似たところもあるのはあるんですけど、ギリギリ寸止めされてる感じがしますよね。だから、その面白いでしょっていう、よくまあコメディドラマ、まあ普通のね、ゴールデンタイムにあるコメディドラマとかもそうですけど、面白いでしょって言われたら、人は拒否反応を示すんですよね。いや、面白くねえよとかね。なるんで、そういう意味ではそこをうまいこと避けて、ギリギリの、まあ、逆に言ったらギリギリのいやらしいドラマですね。いやらしい部分をついてくるドラマって感じですね。そんな感じの印象です。で、出てらっしゃる方がね、やっぱりそれなりの、もうみんなそんな感じですね。斉藤工さん、こう分かんで。で、この辺もね、お芝居を見ていくと、みんなそれぞれちょっと違うのは違うんですよね。で、斉藤工さんはね、やっぱこういうドラマが好きなんだろうなっていうのは伝わりますこういうこと多分やりたいんだろうなと思う感じですよね。ただどうなんだろう、斉藤工さんと、まあ、リリー・フランキーさんですね。リリー・フランキーさんが立った時に、まあ、役者って勝ち負けじゃないんですけど、なんかリリーさんに負けちゃうような気がするんですよね。これちょっと最後のこととかもつながりますけど、で、リリーさんと細野晴臣さんが戦ったら、今度細野晴臣さんに負けちゃうんじゃないかと。
難しいですよね。だからよくお芝居をするな、お芝居をするんだけどお芝居をしないようなのを目指し、最終的に目指してお芝居をやるっていう、なんとなくそういうなんか暗黙のなんかはあるんですけど、それに関して言えばリリーさんも自然にやってるように見えて、なんだろうな、やっぱお芝居慣れしたところが見えてくるんですけど、そこにそのピュアな細野晴臣さんがポンと入ってポッとセリフを言うと、まあ抜群にいいんですよね。うん、だからそれがちょっと不思議って感じです。で伊藤沙莉さんとかは多分バランスのいい方なんで、その現場現場に合わせて変えれる人なんで、もうリリーさんとも遊んでる感じで、でもやっぱ女優さんだから、で女優さんっていうのまあいろんなタイプがいるんですけど、かっちりそのドラマでの役割を抑えていく人、うん、で伊藤沙莉さんも なんとなくそういう感じがするんで、その辺をなんだろうな、ニヤニヤしながら見てるリリーさんとの掛け合いみたいな、うん、そうだからお芝居するってちょっと変なことだよねっていうとこから多分リリーさんとかもお芝居入られてると思うんで、そうですよね、なんかその辺のところがなの掛け合いとしても面白いしって感じですね。あとはね、柿井美和子さんですね。柿井美和子さん、自分はあの1年前ぐらいからドラマを ほとんど見るってこともないけど、ガツガツ見始めて、まあ、柿井美和子さんもね、なんかね、うまい、なんかポジションに入ってきたなって感じですよね。で、どっちかって言えばそのアート系とか、そっち系とかの、まあ、このドラマの制作者さんですね、制作者さんはそっち系だと思うんですけど、アート系オフビート系なんとか系みたいなねのなるとは思うんですけど、そこにもうまいことスコッと入るしっていうか、まあでもそっちの方が得意なのかな、不思議なポジションですよね。で大体出るとき同じようなキャラっちゃ同じようなキャラなんだけど、いわゆるそのゴールデンタイムに出てくるキャラとはなんかちょっと違う感じがするんですよね。なんだろう、不思議な位置取りですよね。それはね、なんか不思議ですね。です。なんかものすごい賢い気もするし、なんかね、実際どういう人なんだろう、ちょっと見えるようで見えないんですよね、なんかね。そんな感じです。じゃあ長くならないよね。次3。じゃあ3の前にこっち行っとこうかな。あ、まあいっか。一応これ話すか話さないか分かんないですけど、こういう場面もありますよと。自分大好きな雷の匠さんとかね、ジョイさんとかね、その辺もこうやってる。この辺の狙ってるところがギリギリのラインでちゃんと面白くなってると。だからドラマ30分のドラマの中に間になんかポコッと入って、なんか斉藤匠さんがなんかそこでボソボソと話して、どういう設定なのか分かんないけど話で帰っていくっていう面白さってことですよね、多分ね。でもセリフでも面白いしね。僕自分ね、やっぱ雷の匠さんがその庭かな、庭かなんかで白石和也さんに怒られてるかなんか説教されてるというか、だからダメなんだよみたいな言われてるのはちょっと面白かったですね。お笑いの人もどんどん出てくるからね、大変ですよね。じゃあそんな感じ。じゃあ次最後ですね。3。なぜ俳優さんはリリーさんに勝てないかと。そんな感じです。で、一番の古いは、リリーさんが多分俳優さんを本職じゃないと。もちろんね、あのプロフィールとかにはこう書いたら俳優もやってますっていう感じで書いてるとは思うんですけど、もともとね、イラストレーターですし、自分とかも最初知ったのは、週刊文春かな、なんか店というかね、お店でなんか受付みたいなのやってる時なんで、もう毎週、まあ、週刊、なんだっけ、週刊実は、週刊大衆、朝日芸の、あともう一つなんかですね。なんだっけ、忘れちゃったけど。もう、毎週、もうとりあえず読むと。っていう生活をしてた時に、ちょうど、連載されてたのかな、なんか映画コラムみたいなのを書いてたんで、で、あとはまああの地元がね北九州の人なんで、なんとなくですけど、その頃はなんだろうな、三浦淳さんとかね、あの同じ九州だったタモリさんとかの系譜の子の人って感じで見てたって感じですよね。でもちょうどいい位置に入ったし、そうですよね。で、なぜ勝てないかって難しいとこなんですけど、
だから俳優さんがいわゆる俳優目指して勉強したりとかね、舞台で勉強されたりとか映像でこうやられたりするんですけど、そうやってきた人がなぜその、まあ、それこそリリさんが俳優さんでいくつの時売れたのか分かんないんですけど、認知されたか分かんないんですけど、なぜそういう人に負けちゃうのかとかね、あとはまあちょっと捕まっちゃいましたけど、ピエール滝さんとかもそうですよね、もともと音楽でやってた人ですし、それはなんでですかね。これ結構なテーマですよね。昔からね、いわゆる既存の俳優さんっていうのを使いたがらない監督さんとかもいますし、外国で言ったらそうですね、素人さんを使って映画を作られる方とかもおりますし、これだけね、なんかね、負けてしまってたら、なんか考えないといけない気がするんですよね。なんかが欠けてるんじゃないかと、その舞台をやる、舞台を目指してこうやっていく人に関してはですね。なんかね、そういう感じもするんですよね。まあ、あとは強いて言えば、ちゃんとその俳優さん以外でちゃんと成し遂げた人と、そういうその大人としての信用から入ってるっていうのはあると思いますよね。そうですよね。どうなんですかね。今リリーさんとちょうどどうしようかなみたいなね、いわゆるそのキャスティングするときにどっちがいいかなとかいうのは、かぶる役者さんっているのかな、同年代ぐらいで、ね、そんなこともちょっと考えてみようと思ってます。だから役者をずっとやってきた、その例えば47代40代とか、まあ、50代までもしなった人は、多分役者を目指してやってきた人の多分顔立ちになると思うんですよね。で、本当で言えば、別のところで顔を作ってきた人の方がなんか強いんじゃないかという、自分の説としてはそうですね。だから見てきたものが違う人ですね。もう芝居も見ねえと、映画も見ねえと。ね、まあリーさんとかもめちゃめちゃ見てると思いますけど、そのぐらいの人の方が意外とそのパンとした出た時の感じとかはいけるんじゃないのかなと。あとはそれに加えて、まあリリーさんに関しては多分映画とかそういうね素養とかもあったんで、まあ大体こんな感じかながなんとなくわかる。そうですね、じゃないのかなと。なんか具体的にね、そういうの、もしこういう、そういう、なんでかなみたいなちょっと考えてらっしゃる方がいたら、もし、いや、こうだからこうなんじゃないのかなってね、その別にたわいもないことなんですけど、たわいもないことなんですけど、ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんということでですね。はい、そんな感じで、よろしくお願いします。花太郎でした。失礼します。